どうも、皆さん、今回は今年のコナン映画についてだよ。毎年の風物詩やな、去年は大盛り上がりしてましたよね。コナン映画って、長らく、100億の壁を超えなかったんだ。超えそうで超えないギリギリのラインで踏みとどまってたんだけど、去年、そんな100億の壁を超えたんだ。灰原哀が100億の女になったわけやな。その100億のってキャッチフレーズというか、二つ目みたいなのも、そもそもコナン映画からなんだよね。あ、そういえばそうやったな。今回は、コナン映画の興行収入を振り返りながら、今年のコナン映画が100億超えるかを予想していきたいと思うよ。最初のコナン映画、時計仕掛けの摩天楼って何億いったんやっけ？1997年に公開された初映画作品は11億円の興行収入だったんだ。わえー、すごいな。今は50億とか100億とかの規模感ですけど、20年以上前のアニメ映画市場で11億は凄まじいわ。同じ1997年に公開されたドラえもんの映画が20億くらい、クレヨンしんちゃんの映画が11億くらいだったんだ。制作側としても、コナンという作品が国民的アニメに並び立つことを実感したんだろうね。一作目からクレヨンしんちゃんクラスのヒットで、毎年やっていけばドラえもんクラスの作品になるかもって期待されてたんやな。3作目の世紀末の魔術師で20億を突破、6作目のベイカーストリートの亡霊で30億を突き破って順調に興行収入が伸びていったんだ。どっちも名作やな。ただそこから10年くらいは30億円規模の興行収入で落ち着いちゃったんだ。毎年コンスタントに30億稼ぐアニメ映画ってのはすごいんだけどね。安定して30億叩き出すアニメ映画なんかなかなかあらへんもんな。40億の壁を超えたのは18作目の異次元の狙撃手なんだ。赤井さん、アムロさんというキャラクターの人気がこの辺りから爆発したこと、子供の頃から10年以上名探偵コナンという作品を楽しんでる人たちが増えたからこそ、観客の年齢層がより幅広いものになったことも大きいと思う。初期は子供向けなアニメ映画のスタンスも強かったですけど、17作目の絶海のプライベートアイあたりから大人も意識したようなストーリーの作品もこの辺りから増えてきましたもんね。19作目の純国のナイトメアで一気に興行収入が伸びて60億の壁も突破したんだ。やっぱり赤井さん、アムロさんの人気による興行収入の伸びはかなり大きかったことを感じるね。その二人の存在感はやっぱすごいですし、メインとなる映画になると期待感も上がるもんな。それを裏付けるのが22作品目ゼロの執行人だね。ガッツレとアムロさんメインの映画を公開したことで興行収入はなんと 91.8 億まで伸びたんだ。すんご、一気に30億くらい増えてるやん。21作目のからくれないマラブレターが63億ってことを考えると凄まじい伸び方だね。アムロさんの人気の凄さを感じるし、映画自体も面白かったんだ。みんなアムロの女になって帰っていったよな。この映画が公開された時に100億っていう数字も見えてきたからこそ、アムロさんを100億の男にって流れも生まれたんだ。リピーターも多かったんだよね。あの流れはすごかったな。100億いかへんかったんがほんまに残念や。100億いってるアニメ映画は大抵は得点があるんだ。しかも1週目だけじゃなくて2週目3週目といろいろな得点を出すことによってリピート層を獲得する。そうじゃないと100億って数字はかなり厳しいんだ。軽音の映画とかの得点商法はエグかったですけど、やっぱそれくらいせえへんと伸びへんしな。ファンも納得して言ってるわけやし、ウィンウィンや。そういう得点商法をこの映画は使ってないんだ。制作側が積極的にリピート層を獲得しようと動いてるわけじゃないのに、ファンの愛でリピート層が生まれてるのが名探偵コナンという作品の凄さだと思う。得点商法なしで90億とか言ってるの凄すぎるやろ。そういう盛り上がりも影響して根性のフィストも93億円いったんだ。多くの人がゼロの執行人でコナン映画の面白さに気づいたのかもしれないね。毎年毎年春の花火を見に行くような感覚で足を運んでる人が着々と増えてる感じやな。ただ2021年に公開されたヒーローの弾丸はコロナ禍ということもあって 76.5 億円に落ち込んだんだ。まあそこはほんましゃあないよな。コロナさえなければ90億円はいったかもしれないのに、ほんまに残念や。翌年のハロウィンの花嫁も 97.8 億円と本当にギリギリ100億に届かなかった。もうここまで行くとなんで100億超えへんねんってレベルよな。私ハロウィンの花嫁はさすがに100億超えるだろって思ってたんだ。特に2022年はアニメ映画ブームが巻き起こってる最中で、2022年はワンピースフィルムレッドだったりスズメの戸締まりだったり、多くの作品が100億突破してたしさ。その2つは得点も豊富やったからな。そういうのもなく約98億いっとるのはすごいんやけど、あと一歩が。そして2023年、この映画が始まって26年、黒金のサブマリンで悲願の100億突破したんだ。灰原哀ちゃんが100億の女に。しかも最終的な興行収入は138億円、伸びすぎってくらい伸びたね。くさ、どんだけ伸びとるんや。100億直前で踏みとどまってたのが一気に爆発した感じやな。100億は超えるだろうと思ってたけど、
40億近くオーバーしたのは驚いた感じだよ。そして今年やな。過去のデータを見てみると、去年の興行収入が一定の壁を超えると、次の映画がその壁を超えた興行収入で落ち着くことが多いんだ。ああなるほど。世紀末の魔術師で20億円ライン、ベイカーストリートの亡霊で30億ラインで平均化されてるもんな。純国のナイトメアで60億ライン、ゼロの執行人で90億ラインになった。そう考えると、黒金のサブマリンで100億のラインを突破したことを考えれば、去年と同じくらいにはなるんじゃないかな。また130億はいくんか。実際、公開3日での興行収入は33億を突破してるんだ。33億。去年を超える勢いになってるね。100億は余裕、130億は、全然いける盛り上がりが生まれてる。凄まじいな、200億とか、勢い余っていっちゃうんやない？さすがにそこまではいかないと思うけど、150億の壁を超える可能性はあるよ。コナン映画マジで凄すぎるわ。個人的に、今年の映画は、あまり好みのタイプではなかったし、名探偵コナンの主要キャラじゃだけじゃなく、サブキャラも把握しておかないといけない部分が、ちょっとハードルが上がってるなと感じる部分ではあるんだ。まあ、名探偵コナンも長期化して、キャラも増えてますからね。事前知識がある程度必要なのは過去作も同じやけど、今作はそれをより感じるわけやな。なんというか、マーベル作品のアベンジャーズみたいに最近はなってきたなって感じるんだ。というと、ちょっとだけ、今作のネタバレがあるから、気になる人は、ここで回れ右して帰ってほしいんだけどさ。ネタバレ注意、ネタバレ注意。最新作は怪盗キッドと服部平次メインなんだ。服部平次は名探偵コナンの登場人物だけど、怪盗キッドは、もともと同じ作者の作品ではあるけど、別作品の主人公なんだよ。同じ青山剛昌先生が手掛けてる作品やけど、本来は違うもんな。クロスオーバーというか、ゲスト出演的なものから、すっかりコナンの登場人物の一人として定着しちゃった感じよな。うん、もともとは別の作品なのにクロスオーバーという形で登場してる。それが怪盗キッドだけならまだしも、今作は彼の幼馴染も出てくるんだ。がっつり絡んできよったな。ラストでは怪盗キッドに絡む真実も明かされるし、名探偵コナンとの関連性がその真実のおかげでより強くなってるんだ。より作品の垣根が低くなった感じなんやな。さらに今作はもともと青山剛昌先生作の刃に出てきたキャラクターも出てきてるんだ。PV でも起きたとか出てきてましたよね。新一に顔がちょっと似てるんよな。さらにもう一人出てきてるし、起きたはともかくもう一人のキャラとか出てきた瞬間に、私の中では誰って言葉が浮かびまくってたんだ。刃を知ってるなら、おお、同じ作者だから出てくるんかって納得できるかもしれへんけど、知らへんと誰ってなりますよね。この感覚がまさにマーベル作品のアベンジャーズに近いんだ。アベンジャーズはマーベル系コミックのヒーローたちが大集合してる作品で、 100% 楽しむためにはやっぱり一人一人を知っていた方が面白い部分もある。それに近い感じになってきてるんか。もういっそ刃の主人公が出てきてもおかしくない流れなんだよね。それこそアニメの刃がリメイクされる可能性すらある。クロスオーバー感が強まってる今だからこそですか。アムロさんとか赤井さんとかメインキャラとして定着したけど、普段から名探偵コナンを見てない人じゃないと深くはわからない部分もあるし、そのあたりもアベンジャーズ感強くなってるなって思うんだ。コナンがキャプテンアメリカなら、服部平次がマイティーソーで、怪盗キッドがアイロンマン、京極さんがハルクで、赤井さんがドクターストレンジで、アムロさんがスパイダーマンでって感じのところに、今回は刃、ガーディアン・オブ・ギャラクシーまで出てきたみたいな印象やな。知らなくても楽しめる部分もあるし、流れでわかる部分もあるんだけど、長期で続いてる作品なだけに、その傾向がより強くなってるなと思うんだ。来年のコナン映画もメインになるキャラは、これまでのコナン映画とは、ちょっと風向きが違う感じなんだ。アントマンも参戦するって感じかな。にわかコナンファンが楽しみづらくなってきてるって感じるんだよね。よりガチファン向けになりつつある。まあ、コナンっていう作品のファンが多いからこそ、いろいろな登場人物が出てきても問題ない部分はあるんやけど、その傾向強まってきてるなって感じるんやな。あくまで私の感覚だけど、そう感じちゃうんだ。今後のコナン映画どうなっていくか気になるところやな。そろそろ黒ずくめの組織もなんとかせえへんと、主要な声優さんたちの年齢も限界になるで。余談だけど、今年の映画でカズハちゃんが平次って呼ぶたびに iPhone の人の Siri が起動しちゃうみたいだから、 iPhone ユーザーは機内モードではなくスマホの電源を切ってお楽しみください。くさ。ではまた次回。